賞ランキングで2位にランクイン。サッカーデータ専門サイトソファスコアはスペインリーグでプレイする選手を対象にして、昨季と比較して試合の採点評価における上がり幅が大きい選手のランキングを発表した。1位に輝いたのはレアルマドリードのジュード・ベリンガム。そして久保は堂々の2位にランクイン。久保はブレイクした昨季の平均評価も 7.03 点と高かったが、今季はここまでの平均評価で 7.53 点と急激にアップしている。今季の今の状態を見ると多少違和感あるけど、最初の10試合くらいだけで見ると違和感なし、今のソシエダにいると活躍が限られてしまう気がする。ソシエダにいたらアシストはつかない。マドリーにこだわらないで移籍することも考えた方がいい。久保は常に安定して良いプレーをしてる。しかも過密日程で。本当にタフになったね。FW がサディクでなくエムバペかハーランドなら30アシストくらいついてそう。山井くんを抑えて2位はすごい。期待通りに活躍する逸材、怪我だけは気をつけてくれ。もはやソシエダの顔出しまだまだ伸びそうだよな。100点だったミドルシュートは完成され始めたし、トラップパスなどの技術はもちろんドリブルも世界屈指のレベル。頭も良くて戦術理解度も高い。どこまで行くか楽しみ。昨シーズン久保はソファスコアでは20位から30位の間をうろうろしている選手だった。それが今シーズンはトップ10から一度も落ちてない。パス精度もデュエルの勝率も上がってきてる。キーパス数や決定機喪失数も安定して稼いでる。この順位には十分納得できる。こうなると、マジでモリアスのアンチ久保をなんとかしてほしいな。